こんにちは、粟田洋介です。皆様ハッピーバレンタインズデーということで、今日は愛の絵を描いていきます。数日前にキャンバスにスプレーペイントしてバックグラウンドを作りました。今乾いてこんな感じになっています。バレンタインカラーのピンクをたくさん使っています。こういう普通の家庭用のアクリルペイントスプレーを使いました。蛍光のピンクなんかもあってすごい楽しいです。で、今日はこの T ペンっていう布用の画材で絵を描いていこうと思います。アクリル絵の具も使っていきます。美術だけじゃなくて、音楽とか文学とか演劇とかダンスとか映画とか、きっとその他のありとあらゆる芸術によって愛を題材もしくはテーマにした作品というのが作られていると思います。愛はいつの時代もどこの国でもどの文化でも人々が持つ素晴らしい感情なので、愛を題材にした作品というのは多くの人から共感されることだと思います。人はそれぞれ違う性格を持っているように、絵を描く人と言っても本当いろんな性格の人がいて、愛の形というのが一人一人違うと思います。なので本当にいろいろな世界観の作品があって、同じ愛が題材になっている作品でも本当いろんな趣向の作品があると思います。作品っていうのはその人が現れる、その人の個性が現れるんですけど、こういう作品を描いてる、だからこのアーティストはこういう性格なんだと決めつけていただくのはちょっと待っていただきたいと思います。確かに内面が外に映し出されることはあるんですけど、自分の趣味趣向を作品にしているとは限らないのです。
私自身結構誤解を受けたことがあって、結構過去に私は同性の愛を題材に絵を描いたりとか、で、それを見た方々から誤解を受けたり、まあ別に私は同性愛とかについて何の偏見もないので、全然構わないんですけど、ただ自分と違うものを表現したということで、私自身を絵にしたわけじゃないんですよね。あとは私は変なユーモアのセンスがあるので、なんか変な恋愛感とか変な性癖みたいのを絵にして、ただ私が面白いと思って自分にないそういう思考のものを描いた時に、それを見た人たちからそれが私の性癖だとか恋愛感だと誤解されてしまったこともあります。別にいいんですけど、私は本当つまらないぐらい平凡なので、なんかそういう誤解を受けた時ってなんか笑ってしまいます。絵に描いたことが全てその作家の趣味思考性癖恋愛感まあ愛の形とは限らないということです。こんな感じの絵が完成しました。タイトルはお花でプロポーズです。さっき私は平凡だって言ったんですけど、その私の平凡なところがそのまま現れてる感じの絵になりました。先ほど作家は自分の恋愛感とか性癖とかを表現しているとは限らないとお話ししたんですけど、もちろん自分自身のそういったことを表現している方もたくさんいらっしゃると思います。例えば自分の性癖とかにすごくこだわりがあってそれを表現しているとか、まあ恋愛感とかもそうかもしれないし、まあ愛についてだけじゃなくて自分の何かを表現しているっていう方もたくさんいると思います。まあこだわりのある方にとっては大事なことだと思うし、それはそれで素晴らしいと思うんですけど、私の場合はそういう時もあればそうじゃない時もあって、この絵とかは別に私の内面的なことを表現しているっていうよりも、ちょっと形とかそういうのをふざけた感じに描いてるって感じですね。ふざけるって言ったら言い方悪いと思うんですけど、面白く描いてるっていうことですね。まあふざけることも私の中の大事な表現の中の一つだと思っています。多くの場合私は別に自分を表現したいというよりも、ただ面白い絵が描きたいだけなんです。で、今日私が着ている T シャツも実は愛の絵なんですけど、愛の科学の絵って感じですね。これはジョークっていうかふざけてるだけなんですけど、これも私の変なユーモアのセンスで、まあ科学って言ってもフラスコと注射器とそれから管みたいなの、そういうものが書いてあるだけなんですけど、なんかいろいろ出てきて、なんかいろいろな展開になっていますが、これも私のユーモアセンスの一つです。まあくだらないユーモアですね。私の性癖でもなければ愛の形でもありません。まあこんなふざけた絵なんで、ふざけてるなーって思う人が多いと思うんですけど、中には真面目にこれが私の性癖だ、恋愛感だって思う方もいらっしゃるかもしれません。ということで今日は愛をテーマに絵を描いてみました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録をいただけるとありがたいです。皆様どうぞ素敵なバレンタインズデーをお過ごしください。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。